MK108 は第二次世界大戦中にドイツで製造され、軍用機に装備されたラインメタルボルジ被写射性の口径 30mm の航空機関砲である。MK108 は1940年、軍による発注ではなく、ラインメタル社のベンチャー企画として開発された。1942年、ドイツ航空省が飛来する連合国の重爆撃機を迎撃するための機関砲を求めたのに応じ、この企画は提出された。MK108 は実射試験で地上に置かれた鹵獲品のブリストレ・ブレニム爆撃機の胴体を一発で引き裂いた。実戦においても B-17 フライングフォートレスや B-24 リベレーターを平均4発、戦闘機は1発で撃墜し、対重爆撃機迎撃用として十分な威力があることを実証した。これに対し 20mm MG151、20機関砲では B-17 を撃墜するのに平均25発を必要としていた。MK108 はすぐさま量産が命じられ、1943年の秋の終わりに BF-110G-2 と BF-109G-6、U-4 で初めて運用された。そして、その後も様々なドイツ空軍戦闘機に搭載された。MK108 は専用に開発された 30X90RBMM 弾を使用した。一般の火器では薬莢に真鍮を使用しているが、MK108 では MG151 同様にプレス加工された鋼の薬莢が使用されていた。鉄鋼弾、高性能爆薬、焼夷弾など様々な種類の弾薬が開発されたが、実戦では主にミーネンゲショスと焼夷榴弾の2種類の弾薬が使用された。このタイプの弾頭は MK108 以前にも MGFF、M や MG151 で採用されていた。通常、弾頭は鍛造削り出し加工で作られるのに対し、ミーネンゲショスの薄柄弾頭は、板金のプレス加工によって作られる。一般の炸裂弾頭では、全体の重量に対し削薬は1割程度だが、ミーネンゲショスでは、重量比2割以上となっており、極めて破壊力が強かった。焼夷榴弾は、命中時に敵機の機体表面で炸裂させず、貫通させてから機内で炸裂、破壊するのに、効果的な遅延進管が用いられた。MK108 は、MG151、20や同じ口径 30mm の MK103 と比較してコンパクトで大量生産に向いていた。これは MK108 のシンプルな構造によるもので、その部品の 80% はプレス加工で製造され、稼働部品は API ブローバック機構により最小限に抑えられていた。この作動方式は MGFF と同じで、口径の割に軽量に作ることができる反面、プロペラ同調ができないため単発機の機種上には搭載できず、モーターカノンとして用いたり、主翼や翼下ガンポットに収められた。この他空戦中に球弾不良を発生することもあったが、より強力な反面を大きく3倍以上も重く、反動も強烈であった MK103 に比べ、電気発火式で小型軽量な MK108 は、単発戦闘機に搭載するのも容易であった。そして1秒あたり10発を超える発射速度と独特な発砲音からプレスラフトハマーというあだ名が付けられ、連合軍爆撃機の搭乗員はこの音と強力な破壊力を恐れた。対重爆撃機迎撃に多用された MK108 はシュレーゲムジークとして夜間戦闘機にも搭載されている。その際、射角を上方前方へ取り、胴体に設置された。これにより夜間戦闘機は、爆撃機を攻撃する際、敵に発見されることなく、敵航空機の真下に接近することができ、非常に大きな成果を上げた。ロイヤルエアフォースミュージアムコスフォードにMe 163バイトと、共に展示されている MK108 機関砲。ありがとうございます。